淑徳大学経営学部観光経営学科の永井と言います。今日はですね、学びライブラリーということで皆さんと一緒に優しい観光について考えていきたいと思います。アクセシブルツーリズム入門ということで、タイトルつけていますけれども、皆さんアクセシブルツーリズム聞いたことがありますか？まずはですね、皆さんへの質問です。観光旅行楽しんでいらっしゃるでしょうか？私はですね、あまり楽しめていませんですね。皆さんどうですか？はい、そんなね、このコロナ禍に何言ってるんだ、そういう質問かもしれませんけれども、コロナ禍、新型ね、コロナウイルスで感染症の影響でなかなか、観光旅行を楽しめないような状況になっています。もちろん、観光産業もですね、非常に大きなダメージを受けてしまっていますので、今後どういう風になっていくのかなということが心配されているところではありますけれども、なんとかですね2022年今年ね、復活していけるといいなというふうに思って見ています。またですね、いやコロナと関係なくですね、お金ないよ、もしくはねそんな時間ないよという方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ観光旅行お金があってようやく行けるっていうところもあるかもしれませんね。大きな、ね、休みがないと、なかなか行けないっていうところもあるかもしれませんね。まあ、ただですね、そういったお金や時間だけではなくて、体に不自由があって観光旅行に行けないっていう方も一定数いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。今日はですね、そういう車椅子の方、もしくは障害、何かしらの障害を持っている方に着目した話です。すべての人が観光旅行を楽しめるように、そういったですね、観光を作っていく。これがアクセシブルツーリズム、今日のタイトルになっているこの言葉の意味です。またですね、アクセシブルツーリズム以外にもユニバーサルツーリズムっていう言葉だったり、バリアフリーツーリズムっていう言葉もあったりします。もしかしたらこちらの言葉の方がよくね、聞かれる言葉かもしれません。ただ最近海外の方ではアクセシブルツーリズムという言葉で表現されるのが一般的になってきていますので、今回はアクセシブルツーリズムというそういうタイトルにしています。申し遅れましたけれども、永井健一です。大学ではですね、もともと街づくりを学んできました。私が中学生の頃に阪神淡路大震災がありまして、その時にですね、大きなショックを受けたんですけれども、まあ、その頃からですね、まちづくり、防災まちづくりを学びたい、そう考えて大学に入りました。ただですね、防災まちづくりというそういうテーマはだんだんとですね、まちづくりのテーマの中では、まあ、主流ではなくなってきたといいますか、だんだんですね、観光まちづくりがまちづくりの大きなテーマになってきたというふうに思います。観光まちづくりの中にももちろん観光の魅力を作りつつ、防災面もですね、防災の面もしっかり考えていこう、そういったまちづくり全体の中ではテーマとしてはなくなっていないんですけれども、観光っていうキーワードが出てきて、私もその中でですね、観光に関わるようになってきました。2019年から淑徳大学に着任して、今はですね、観光産業総論、観光政策論、そして、ボランティア研修っていう、地域の方々と協力しながらいろんなボランティアをですね、学生と一緒にするっていう科目も担当しています。また今回のテーマである、ユニバーサルツーリズム、淑徳大学では今はユニバーサルツーリズムっていう科目名ですけども、この科目も担当しています。またですね、地域といろんな連携をしながら、ゼミ活動を進めています。埼玉キャンパスは三芳町っていうところにありますけれども、三芳町との連携はもちろん、近くにある観光地川越であったりだとか、大瀬町っていうところも訪れたりします。また、県外もですね、群馬県の渋川市伊香保温泉ですとか、茨城県の筑西市筑波の方ですね、にも訪れたりしているようなところです。そういったところに学生と一緒に出かけながらいろんな活動をしているっていうのが、私の活動です。今日はですね、優しい観光アクセシブルツーリズム入門ということでタイトルをつけましたけれども、こういった流れで皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。アクセシブルツーリズムとは何かを、皆さんと、確認した上でですね、障害とは何かを一緒に考えてみましょう。そして、最後にこれからの時代の新しい観光、どういうあり方がね、求められているのかなということを一緒に考えてまとめていきたいと思います。
まずですね、アクセシブルツーリズムとは何か、世界の方で使われるようになってきたということを紹介しましたけれども、国連の中に世界観光機関、国連世界観光機関という組織があります、UNWTO、そういうね、アルファベットで表現されたりもしますけれども、こちらのサイトのアクセシブルツーリズムの説明を見てみますと、このように書かれています。世界保健機関によると、世界の人口の 15%、およそ10億人の方は何かしらの障害を持って生活しています。すべての観光施設、製品やサービスへのアクセシビリティ、アクセスのしやすさだったり、利用しやすさという言葉ですけれども、はレスポンシブルツーリズム、責任ある観光とサステナブルツーリズム、持続可能な観光、この政策において常に革新的なテーマでなくてはいけません。アクセシビリティは人権の問題というだけではありません。これは観光地や観光産業が全ての観光者を受け入れ、利益を上げるようになるというビジネスチャンスでもあるのです。こういった表現でアクセシブルツーリズムについて紹介されています。なかなか聞き慣れない言葉もね、多いんではないかなというふうに思います。これをまとめるとこのようにね、簡単に訳せるかなと思いますけれども、すべての人が同じように楽しめる、そういった観光施設、製品やサービスを作っていくこと、これがアクセシブルツーリズムです。そのすべての人、中にはもちろん、障害を持つ方が含まれますし、それ以外にもですね、小さな子供連れの方、私も最近子供でね、子供できたというか、子供連れでいろんなところに出かけますけれども、やっぱりベビーカーを押しながらいろんなところを行こうとしても、意外と段差が多かったりとか、エレベーターがどこにあるか分かんなかったりとか、なかなか移動しにくい状況があったりすることが分かるんですね。日本ってね、そういったバリアフリー進んでるだろうという、なんかそういう先入観はあるんですけれども、なかなか実際動いてみると難しい。なんかそういったところをね、ぜひ皆さんも子供ができてからはきっとそうですけれども、注意深くですね、いつもの通学路とか、通学途中のね、ところがバリアフリーになってるかどうかとか確認していただくといいのかなというふうに思います。お年寄りの方にとってもですね、そういった段差って怖いですよね。そういった状況も考えられますし、また、海外からの旅行者の方、日本語が全くわからない、それも大きなハードルになるんじゃないかなというふうに思います。そういった旅行者の方も含めるし、もちろん地元住民の方も含めてですね、そういった全ての人に対して同じように楽しめる、そういった観光を作っていくのがアクセシブルツーリズムです。で、重要な考え方なので、皆さんにレスポンシブルツーリズム、そしてサステナブルツーリズムのこの2つの言葉もですね、ぜひ紹介したいなというふうに思います。一つ、レスポンシブルツーリズムに関しては、日本語では責任ある観光というふうに、表現されたりしますけれども、住んでよし、訪れてよし、そういった地域を作っていく、ために、観光産業従事者だけ、そういった観光に関わる方だけではなくて、旅行者の方も、そして地域住民の方も一緒にですね、みんなが責任感を持って、いい社会を作っていこう、もしくは、より良くしていこう、そういうために行動していこうという、そういう考え方がレスポンシブルツーリズムという考え方です。また、近い表現ですけれども、近い言葉ですけれども、サステナブルツーリズム、持続可能な観光という言葉もあります。最近は SDGs とかですね、持続可能な開発という言葉、皆さんもね、聞き慣れてきたんではないかなというふうに思いますけれども、持続できるような、持続的な観光を作っていこう。持続的って言葉もなかなか難しい言葉ですけれども、こういうことです。旅行者の満足度を高く維持しつつですね、それを続けていきつつ、自然環境の保全や最適な利用、そして地域社会の伝統や文化を守っていく、保護したり異文化理解を図ったり、そして、経済成長ですね、長期的な経済発展と、貧困緩和、そういったことも考えていく、いろんな方面をバランスよくですね、達成していく、そして観光者の満足度も高めていく、それを続けていくっていう考え方がサステナブルツーリズムの考え方です。こういったレスポンシブルツーリズム、サステナブルツーリズムを、しっかり進めていこうという考え方を持っているのが、先ほど紹介したUNWTO ですけれども、
国連世界観光機関がこれを進めていくためにはその根幹にアクセシブルツーリズムがあるべきだという、そういうね、ことで表現して紹介しています。さあ、そして、人権の問題ね、これは非常に分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。障害を持った方がこれまではね、なかなか観光に参加できなかった、だからそういった方も排除しないでちゃんとね、観光が楽しめるような状況を作っていきましょう。それっていうのは非常に大切な考え方だと思います。ですので人道的な考え方、もしくは人権の問題としてこれを進めていくっていう意義もあると思います。ただビジネスチャンスでもあるという、そういう表現していましたね。ここが非常に面白いところです。ではアクセシブルツーリズムって本当にビジネスチャンスなんでしょうか。なんかですね、そういった障害を持つ方からさらにお金をむしり取ってやろうみたいな、少し罪悪感もあるというか、そういういい、それっていい表現なのかなっていうふうにね、思ってしまうような、ことでもありますけれども、実はですね、本当に、ビジネスチャンスと捉えることができるんですね。先ほどは世界の 15% の方々が何かしらの障害を持っていらっしゃるという話がありました。ですのでこの 15% の方が観光に参加するようになると、それだけでですね、観光消費が増加する、期待できるんですね。まあ、それもなんとなく表現としてはあれですけれども、さらに高齢者を含めると 15% どころか、もしかするとですね、今後世界の半分ぐらいの方、日本においても超高齢社会というふうに言われていますので、半分ぐらいの方がですね、何かしら行動を制限されるような、そういう状況が生じてくる、そういう社会になってくるかもしれないわけですね。そういった中でなかなか参加しづらい観光や旅行、誰が楽しめるでしょうか。元気な人だけが参加できる、そういった観光ではなくて、そういった、何かしらですね、行動しにくい方に対しても、開いていく、みんなが楽しめる観光を作っていくということは、これからの社会にとってもですね、非常に大きな意義があるというふうに思います。まあ、さらにですね、面白いことにですね、障害を持つ旅行者にはこういう傾向があるというふうに、研究がですね、示しています。旅行のためにですね、障害を持つ方っていうのはしっかり貯金をしてください。そして、旅行に出かけると、その旅行の中でですね、いろんなことにお金を使ってくださる、多くの額を支出してくださる、そういう傾向があるそうです。でまたですね、一度行ってその地域でのその過ごし滞在が、安心したり、満足したりしてくださると、さらにですね、また次も行ってみよう、リピーターになってくださるそうです。で、もちろんですね、車椅子の方だとか障害を持つ方っていうのは、大きな多くの人がいらっしゃるのは混雑している場所、混雑する時期に旅行に出かけようとは思いませんので、おのずとですね、閑散期を選んで、地域を訪れてくださるという傾向があります。そしてですね、滞在期間もすぐ帰ってしまうというよりは、長くなるそうです。でまた、解除してくださる方ですね、同行者もいらっしゃいますので、障害を持つ方っていうのは、複数人で訪れ、しかも閑散期に来てくださって長く滞在して、そしてたくさんのお金を消費してくださる、そう考えると非常にですね、嬉しいお客様で、地域が空いてる時期っていうのは収入がない時期ですので、そういった時期を選んで来てくださって、たくさんのお金を使ってくださる、本当にいいお客様というふうにね、考えることができるのかなと思います。そういったね、傾向があるということを分析している研究もあるようです。ですのでね、アクセシブルツーリズムって本当にビジネスチャンスなのかもしれないですよね。そういった、障害を持つ方に対していろんな整備をしていくっていうのは、観光地にとっても多くのお金がね、必要なことかもしれませんが、それ以上のリターンが見込めるとしたら、それをね、推進していく意義っていうのはやっぱり大きいのかなというふうに思います。さあ、では、次にですね、障害とは何かを考えてみたいと思います。障害って何？障害は障害じゃん。いや、そうじゃなくてですね、ぜひ一緒に考えてみたいと思います。ただよくよく考えるとなかなか難しいですね。私のゼミの学生に聞いたところ、こんな回答が返ってきました。生きていく上で何かしらの不自由さがあること、健常者よりも誰かに支えられて生きていくもの、
そして達成や進行が妨げられること、不安があること、こういうね、ことを答えてくれました。どれもですね、その障害を持つ方の気持ちにね、寄り添って考えてくれたのかなというふうに思いますけども、その方にとっては何かしらの障害があって、バリアがあって、それを飛び越えてですね、生活するというのはなかなか難しい、そういったことを、想像してくれたのかなと思います。確かにですね、これまでの社会というのはそういう考え方が、一般的でした。障害を持つ方っていうのは社会人としてのですね、何かしら利益を上げていくとか、そういう意味では能力が欠如している、だから社会参加をする必要がないというふうに、そういったふうにね、思われていたような時代もあったんですね。そして社会っていうのは、社会がバリアになっているわけですけれども、障害者への配慮なくですね、健常者のための社会づくり、インフラづくりっていうのが普通でした、一般的でした。だから段差もね、別に気にしないし、見ることとかね、聞くこと、それができるってことが当たり前の中で、いろんなことがですね、作られてきています。ですので、障害者の方の行動が制限されるっていうのは、やむを得ないっていうかね、そもそもそういう作り方をしちゃっているわけですね。で、この考え方を個人モデルっていうふうに、表現することがあります。その個人である障害者の方は障害を持っているということでね、個人的な、もしくは、健康的な、ね、問題ということですけれども、それが原因で、社会での生活がしづらいんだっていう、ね、個人の側に、問題があるというか、原因がある、そういう発想が個人モデルです。ただですね、いや、障害があるっていうのはそんなに悪いことなのかっていうと、そうじゃないんですよね。障害の害っていう字も、害するっていう字を使われていますので、それもですね、どうなのっていうような議論も、あります。それがですね、2006年に国連で議論されてですね、障害者の権利に関する条約、そういう条約が採択されました。日本では2007年に署名して、2014年からそれがですね、批准されて発行、効力をね、日本でも出しています。で、この条約の中ではですね、個人モデルから社会モデルという考え方に転換していく、そういうことがですね、言われているわけですけれども、これまでの常識が非常識だった、そういったことをですね、言っています。障害というのは4つのバリアのことだというふうな表現をしているんですけれども、1つが物理的なバリア、段差とかですね、そういった物理的なバリア、そして制度のバリア、これは、学校の中にそういった 15% も障害を持つ方がいるかっていうと、なかなかそういうことは、ね、ないんじゃないかなと思います。大学もそうです。大学の中の、ね、クラスを見てみても、なかなか障害を持つ方、いるかというと、ほとんどいないんじゃないかなと思います。最近ではね、この大学でも障害を持つ学生が入学してくれるようになりましたので、少しずつ、そういった方への、ね、配慮をしながら、大学の、授業だったりが行われるようになってきていますけれども、なかなかですね、一般的ではないと思います。それっていうのも、 15% 本来であればね、そういった障害を持つ方いらっしゃるはずなのに、この大学になかなか入学できていなかった、制度的に 何かしらのバリアがあったということかもしれません。で、また3つ目、文化情報のバリアということで、そういった、このパソコンであったりとか、この、動画もそうですけれども、目が見える人、もしくは耳が聞こえる人、それを前提に作られていますよね。こういったいろんなメディアだとか、発信方法ありますけれども、目が見える、耳が聞こえる、それが前提になっているとしたら、目が見えない方、耳が聞こえない方に対しては、それはね、大きなバリアになってしまうのではないかなと思います。こういった文化情報のバリアというのは、大きくあるのではないかなと。そして、最後に4つ目、意識のバリア、心のバリアというふうに言われるものがあります。パラリンピックで心のバリアフリー、そういった言葉もね、一般的に変えれるようになってきたかなと思いますけれども、私もそうですし、皆さんもあるかもしれません。心の中にですね、何かそういった方々、障害を持っている方々に対する、固定観念というか、偏見というか、
そういったものがあるのかもしれないんですよね。障害を持つ方が困っていらっしゃる、そういった様子を見てね、なかなか助けに行けないとか、いやどうしたらいいかちょっと正直わからないから、私が助けに行ったところで向こうが困ってしまう、困らせてしまうんじゃないかとか、なんかね余計なことを考えてなかなか、助けに行けない、見守るだけで終わってしまうということがあるかもしれません。それはもしかすると心のバリアということになるかもしれませんよね。まあ、そういう4つのバリアがあるというふうに言われています。社会は、健常者中心の、社会づくりがねこれまで進んできた、ことが原因でこういった4つのバリアができてしまっている。社会がバリアを作っている、これが、社会モデルの考え方です。でこの社会にバリアがあるということはこのバリアをなくしていくということが必要ですので、そういった障害を持つ当事者の方々がですね議論に参加しながら、社会からバリアをなくす試みっていうのが少しずつ進みつつあるのが、現状で、アクセシブルツーリズムという考え方もその中の一つの、取り組みだということですね。バリアをなくす試みには一つはですね、ユニバーサルデザインという考え方がありますけれども、施設、製品やサービスを全ての人が使えるようにデザインしていこう、そういう考え方だったりプロセスだったりです。今回はね、一つ例としてピクトグラムを持ってきました。観光地だとか観光施設の中、ね、トイレどこかなって探すとき、大体皆さんね、このマークを探されるんじゃないかなというふうに思いますが、そういうマークで伝えていこうというのが、このピクトグラム、案内用図記号の考え方です。ね、観光地によくあるやつを持ってきましたけど、皆さん分かりますか？2つ目がコインロッカー。3つ目はですね、撮影禁止じゃなくて、フラッシュ撮影禁止。4つ目が、チェックイン、ホテルとかね、よく見るかなと思います。受付カウンター。そして、最後、ちょっと難しいですけれども、靴を脱いでください。海外の方が日本に来てね、畳土足で上がるみたいなことありますので、そういったところに貼ってあります。靴を脱いでくださいっていうマークもあるんですね。でこちら、この間福岡空港に視察に行ってきたんですけれども、障害者、高齢者、観光案内所という施設が福岡空港の中にあります。空港に到着して、到着されたお客様がすぐ出て行ったすぐのところにね、到着口からすぐのところにあるんですけれども、この窓口では観光地や宿泊施設のバリアフリー情報を紹介してくださいます。まあ、福岡ってね、九州の玄関口ですので、長崎だったり、鹿児島だったり、そういった地域のバリアフリー情報も紹介してくださいます。また、車椅子やベビーカーをですね、貸し出してくださいですね。この空港内で使うってだけではなくて、そのお客様の滞在期間中、3泊4日で5000円とか、そういった価格設定だったと思いますけれども、そういったね、価格で、貸してくださるんですね。この利用は結構進んでいるということです。でまた手話本なんかも、いろんな空港では、ね、設置されるようになってきましたよね。手話で、まあ、電話のやり取りができるというそういう施設、設備です。でまた、こちら犬のマークありますけれども、補助犬用トイレ、介助犬だとか聴導犬、盲導犬、そういった犬もトイレが必要ですので、そういった犬のための補助犬のためのトイレというのも、福岡空港の中には、整備されています。こういったですね、取り組みが行われるようにもなってきています。でまたこれは私のゼミの取り組みですけれども、伊香本線に行ったんですけれども、そこのね旅館の方に協力していただいて、朝食の時に目隠しをして、目隠しをすると食べにくいんですけれども、それをねチャレンジしてみるということをやったりもしています。まあ、こういう形で、障害を持つ方がね、どういったことを困っているのかとか、障害を持つ方の気持ちになるということ、そういった方とコミュニケーションできるという機会があるとね、それが一番いいんですけれども、こういった取り組みでですね、理解を深めていこうということも私のゼミでは実施しています。さあ、最後まとめですね。これからの時代の新しい観光ということでまとめていこうと思いますけれども、このコロナ禍で、観光の考え方結構変わってきたんじゃないかなというふうに思います。もともとですね、ずっと以前から見るだけの観光からいろんなことを体験するような観光に変わってきた
かね、それぞれが趣味を持ってその趣味の、ね、旅行をするようになってきたというようなことは言われていましたけれども、このコロナ禍でさらにですね、密を回避するということが加速しているというふうに思います。行列ができるラーメン屋とかですね、それはそれで美味しそうではあるんですけれども、そういった行列とかね、過密状態というのは、もちろんコロナ禍としても良くないですし、観光地としてもですね、その市民の地域の方の生活が脅かされたりだとか、必ずしもいいことではないんですね。ですので、いろんな意味で密を回避するっていうことは歓迎されていますので、そういった密を回避した、ゆっくりな観光だったり、ローカルの、暮らしをしっかり楽しむような観光、そして持続的なですね、サステナブルな観光っていうのが、これからの時代は求められてくるのかな、そういうふうにですね、思ったりもしています。こういった観点から考えますと、やっぱりですね、アクセシブルツーリズム、すべての人が楽しめるような観光や旅行を作っていくっていうのは、これからの時代もですね、非常に歓迎される考え方だと思いますし、そこからですね、新しい時代の観光を作っていく、出発点にするという、そういうね、根本的なテーマでもあるかなというふうに思います。ですので、福祉と観光って考えると、非常に、観光学の中でもすごい外側にあるようなテーマのような気もしますけれども、ぜひですね、皆さんにはこういった考え方を、中心に持っていただいて、それで、新しい時代の観光を一緒に作っていければなというふうに思っています。今日の議論、私がお話ししたことをこのスライドにまとめていますけれども、アクセシブルツーリズムはただ、道徳的な話ではなくてビジネスチャンスでもあるんだというところだとかは、非常にこの観光経営学科らしい考え方だなというふうに思います。 SDGs だとか、コロナ禍、このウィズコロナ、アフターコロナの観光、これからの、時代の観光を考えるという上で、非常に大切な考え方だと思いますので、ぜひですね、皆さんと一緒に、ぜひ皆さんにはこの淑徳大学に来ていただいて、私と一緒にそういった観光、これからどういうふうにあるべきかということを考えていければなというふうに思います。私の話は以上です。ありがとうございました。